中年オタッキーです。今日のお昼はね、このカメラでねちょっと写真撮ってました。よいしょこの間ねいただいた、マミヤのね、RB67 プロフェッショナル S ですか。でね10枚撮りのフィルムね、普通に120サイズのブローニーを入れると10枚撮りになってしまうんで、10枚撮りのフィルム入れて、まあ6枚撮ったのか。でね、もうファインダーの像がとにかくねめちゃくちゃに綺麗でね、もうこれ見てるだけでね多分綺麗な写真になってるんじゃないかなっていう思いをも知るんですけども、まあまあどんな写りなのかわかんないですけどね。これね、ストラップはね、ヤフオクで仕入れました。2980円でした。結構希少なんでね、ストラップもまあまあの値段しますけども、カメラ本体の値段に比べたらへみたいなもんなんでね、本当にねもうこのカメラ感謝しております。ね、楽しんでおりますね。はい、まあ今日はねこのカメラの紹介ではありません。こちら、これねオリンパスペン EE2 のねカメラ紹介になってまいります。それでは動画スタート。今回紹介するねこのオリンパスペン EE2 ですね。発売がね1968年の5月ということで、52年前の発売なんですね。古いですね。オリンパス EES2 のレンズを 28mmF3.5 として固定焦点にしたカメラらしいです。EES2 は持ってないんですけど、 EES はね、まあ、この間動画でも紹介しました。これは EES ですね。レンズがね、D 図1個 F2.8 30mm 3センチですね。まあ多分これと同じスペックなんだと思うんですけど、これはまあペンで言ったらピント合わせが必要な、ペン EE ではちょっと高級なやつになりますけどね。それの、まあ何て言うんですか、初心者用ですかね。まあペン EES 自体もねそんな上級者用ってわけじゃないんですけどね。でその前のモデルね、これがね、オリンパス10 EE 初代ですね。はい、まあ、こんな感じなんですけども、何が変わったかって言ったら、まずね一番目を引くのがここですね。はい、フラッシュターミナル、シンクロ設定もつきましたね。こちらはね、シンクロコードをね、こちらに差し込んで、フラッシュもねつけるところがないんでね、別売りのね、フラッシュ台を買う必要がありましたが、こちらはね、フラッシュターミナルつきました。で、まあファインダーの覗き穴の周りにねこのプラスチックのね囲いがついてますね。でこのフィルムカウンター、フィルムカウンターが大きく進化しています。フィルムカウンターはねこのペン EE 初代とかはねこう手でねこう調整しなきゃいけないんですよ。フィルム入れたら手でこう調整して、で減算式なんですね。だから7、まあ、36枚撮りフィルム入れると、これハーフカメラなんで倍撮れるんで72のあたりに合わせて、で撮るごとにその、数が減っていくというタイプなんですけど、こちらはねこんな感じでね、純算式になりますね。何枚撮ったかっていうのが分かるようになってます。で一番大きく変わったのがやっぱフィルム質でしょう。これがね、初代どれがどれだか分かんなくなっちゃう。これが初代のねオリンパスペン EE ですね。これはね底の蓋を回してこんな感じでね、フィルムの質の蓋が外れちゃうんですね。フィルムを入れるときにねこの蓋を外してね、入れなければいけませんね。めんどくさいし、作業的にもちょっとややこしい、ということになるんですけども、で EE2 の方はというとこの横のヒンジをパカッと開けると、蓋が開くようになってます。ずいぶん便利になった感じですね。はい、で
EE3 もあるんですね。 EE3 はね、特に変化はないんですけども、なんだっけ、フラッシュのね、メカニズムなんかなんだっけだよね、フラッシュマチック、もう最近言葉が出ない、フラッシュマチックがついてまして、距離をね入力すると、ガイドナンバー14の、フラッシュをつけた時だけですけどね、自動的にね絞りを調整してくれます。これはそれはついてないので、自分で考えて絞りを調整しなければいけません。マニュアルモードでね、この黄色いねマークがついてるところ、これがマニュアルモードの絞りになりますね。でシャッE1、まあ、初代のペン E と進化したところは、他にもありまして、フィルム感度設定がね、初代 E は200までなんですけど、これは400までに増えました。アーサー感度ですね。見えるかな？アーサー感度が400まで設定できるようになりましたが、ハーフカメラなんでね、400のカメラ、400のフィルムを使うのはあんまりお勧めできないですね。どうしてもね、粒子感が、目立ってしまうんで、できれば100のフィルム。まあ悪くともね、200ぐらいで使った方がいいとは思います。でね、作例を撮ってまいりました。今回の作例もね、通常、テストしている、テストの時に使うケントメア100でね、撮ってきました。20枚撮りっていうね、フィルムを作って、結構撮れました。48枚が撮れたかな。で、やっぱ暗いところでね、撮った、やつはね、ちょっとね、ピントが合ってないですね。ただ、これね、他はね、非常にシャープに撮れてますね。特にね、この横構図の写真はね、若干トリミングして、16対9になるようにね、トリミングしたんですけど、トリミングしてもなおこの解像度ということで、まあ、とてもハーフカメラには思えないなっていう写りになってます。これね、屋内で撮っても結構いけてますね、この写真は。まあ、できればね、明かりが、溢れるところで撮ると、絞りがね、絞られて、シャープな写真につながっていきます。まあ、フルサイズのカメラに比べるとね、若干やっぱりね、若干ですけど眠たい写真にはなっていきますけど、まあそれでも十分な写りと思いますね。それで何よりね、この、今までねオリンパスペン EE シリーズの、動画は3つ作ったのかな。ペン EE 初代と EE3 と、EES か、で4つ目になるんですけどもね、だんだんペンが集まってきて、まあペン D の紹介ね、ペン D はこれですけど、ペン D の紹介なんかもね、させてもらってますけど、まあ全体的にね、その、まあ、たくさん取れる、手軽、で、コンパクト、比較的おしゃれ、まあその辺でね、非常にね、所有満足度も高いと言えますね。可愛いカメラ何みたいな感じでね、注目されますし、結構ね、女の子にも人気でね、カメラ女子にもね、おすすめできます。このね、張り側をね、カラフルなやつにね、変えたりしてね、おしゃれにね、使うこともできますし、何より操作が簡単です。もうね、フィルム感度を合わせて、で、フィルムを装填しますよね。フィルム装填もね、そんなに難しくないです。テスト用のフィルムが、あれ、どこ行ったの？あった。フィルム装填はね、まあ、こいつを持ち上げて、よいしょ。んで、この溝に差し込んで、よいしょ。で、逆巻きなんですね。で、この辺まで、巻いたら、蓋を閉じます。で、2回ぐらい空打ちしたらもういいですよ。3回目、カウンターはまだ0のとこですけど、もう3回目からはね、撮れます。1枚でもね、多く撮りたいね。僕みたいな、ね、貧乏症のやつにはおすすめですね。で、これね、最初の方、これがね、巻くときにね、回るのを確認してくださいね。そうしないとね、フィルム装填を失敗してるってやつになります。撮っててね、回ってないっていうときはね、やり直した方がいいですね。
でした。1枚でも多くね。このペン E のね、初代でね、撮った時はね、24枚撮りのフィルムで52枚撮れました。で、今回はね、フィルムローダーで20枚撮りっていうね、フィルムをね、作ってね、撮ったんですけど、47枚だったかな ?47 枚撮れたんですね。だから20枚撮りってね、ハーフカメラの倍なんで、40枚撮れると思ったらね、7枚も余計に撮れてました。そんなわけでね、結構ね、上手にフィルムを装填するとね、なかなかお得に使えます。で、まあ、ペン E の時もね、紹介したんですけど、このカメラとにかくね、パンフォーカスなんですね。パンフォーカスっていうのは、ピンボケがない、すべて同じ、すべてピントが合うように、作られておりまして、カメラから 1.5 メーター以上離れたところのものはピントが全部合います。1.5 メーターより近いところは全部ピントが合いません。ボケます。そんなわけでね、ボケを作ろうと思ったのも前ボケしかできないんですね。これがね、写真をただ撮るにはすごく簡単なんですけど、作品として写真を撮るのはものすごく難しいカメラになります。構図、被写体、その辺が全てでね、被写界振動を使うことができないんで、これがね、写真をね、の質を上げることを努力するというね、方向につながっていきます。このね、ペン EE シリーズでね、プロカメラマンになった人はね、もう世界中にたくさんいるらしいです。何の工夫もできないから、構図とかね、被写体とかのね、そういうのに工夫するしかない。それでね、頭を使って写真を撮るんで、写真の技術が上がっていくわけなんですね。もちろんね、マニュアルのカメラを使って、カメラの操作を上達するっていうのももちろんあるんですけども、被写界深度とかね、そういうのにね、甘えてね、構図とかをおろそかにしがちになる。表現するためにはね、まず構図なんでね、写真は、まず構図、1に被写体2に構図かな。まあそんな感じなんでね、このカメラはね、写真をね、上達するためにね、まあ、制限されたか、なんですか、撮り方しかできないっていうんで、そこで成長できるんだと思いますね。まあ、スキーとかもそうですよね。制限格好した方が上手になるって言いますね。あんま関係ないか。まあ、こんな感じでね、今日はね、簡単ですけどね、オリンパスペン E の、紹介になりました。このカメラね、ちょっと前にね、まあツイッターとかでもね、つぶやかしてもらったんですけど、まあ動画もね、作ってますけどね、オリンパスペンのね、まとめてね、6台落札して、ほとんどね、まともに動かないものばかりだったんですけども、こいつはね、一番症状がひどかったです。もうね、負けない、切れない。っていう状態だったんですね。で結局ね、分解していったんですけども、最終的には全バラになりました。でまあ写真にも出ますけど、セレンコのね中のね、遮蔽板っていうんですかこれ、感度をね調整する板もね回らなくなってて、結局ねセレンコ電池のところもね分解して結構苦労しました。まあただね構造的にはね簡単なんで、まあそうですね、何かそのブログとかでね修理の方法をね、紹介してある方のねやつとかをね参考にねばらせばね、ちょっと機械いじってる人だったら比較的誰でもね分解できるんじゃないかなとは思います。ただ分解ね仕方はねブログとかに書いてあるんですけども、構造をね理解できないと、ちゃんとね組み上がらないカメラになりますんで、まあ、完全に壊れてるやつでね挑戦するとか、もうボロボロのやつでね修理に挑戦してからね、綺麗なやつはやった方がいいかもしれないですね。できればねやっぱ修理屋さんに出すのが一番いいのだとは思いますけどね。はい、今日の、カメラ紹介はこんな感じです。なかなかいいカメラですよこれね。オリンパスペン E1、2、3、 今日はね3持ってないですけど、持ってきてないですけどね3揃い見ました。他にもねこれはねペンの S、 ペン S ですね。ペン S は持ってるんですけど初代ペンは持ってないんでね、コレクターとしては初代ペンも欲しいところだし、ペン EE の初期型もね厳密に言ったら2つあるんですよね。これはねペン EE の後期型です。
ペン EE 初代後期型、前期型と後期型とあるんですね。後期型はね、シャッタースピードが2速で30分の1と250分の1。前期型はね、30分の1固定だったのかな。まあそんな感じでね、ペンシリーズいろいろありまして、まあコレクターもね、いるということでね、価格がね、結構豪になってきてます。E2 はそうですね、稼働品だと5,000〜6,000円もっとするかもしれないですね。写りもいいし簡単だし可愛いしね、まあね、買いたいというのもわかるんですけども、値段はそこそこにします。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じ。それではね、視聴者様の作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品投稿のコーナー、トップバッターはね、テラーさんから、3枚組写真で、タイトルがフィルム回帰現象っていうことですね。カメラローライ35、フィルムはね、ロモクロームパープルっていうね、以前もね、一回、紹介しましたフィルムですね。これね、この3枚なんですけども、ちょっとね、若干全部露出アンダーっぽいんですけど、多分ですけどね、このフィルム使ったことがないんでわからないんですけど、光った部分がね、特殊な発色をするフィルムのようで、マゼンダとかパープルとかね、いろいろなね、色にね、メーカーのホームページを見る限りではね、そう書いてあります。これちょっと使ってみたいんですけども、5本セットで7500円ということで、まあまあの値段しますよね。カラーネガーみたいですね。カラーネガータイプで、C41 現像みたいですね。これ、どうだろう、光が溢れる屋外とかで撮ったらもっと面白くなるんじゃないかな。まあ、これはこれでいいアイデアであるだと思います。テラーさん、ありがとうございます。次がね、これは、北野高さんでいいかな？北野高さんの作品紹介。これ、ユーアカンダケって読むかな、これね。タイトルがそうですね。ペンタックス ME、SMC ペンタックス M1.4。50mmF1.4、絞りは F16 で撮りましたということで、オンネトーから U アカンダケっていうの、これ、大アカンダケっていうもの、を撮りました。F16 で絞って撮影してみました。どうでしょう。北村でレンズ付きでジャンク1000円で購入した ME、普通に感動品でした。なぜジャンクと思いましたが、ちょっと巻き上げればの横に当たりがありましたと。自分が使う分には問題で、美味しい買い物でしたっていうことですね。写真なんですけどもね、これね、若干円形がぼやけてるように見えなくもないです。ちょっとわかんないですけど、F16 まで絞ったということでね、ちょっと解像度は落ちてるかもしれないですね。まあ、これはこれでいいのかな、わかんないですけど、小絞りボケっていうのがありまして、まあ、絞りを絞るとね、解像度は上がるんですけども、光っていうのはね、波の特性を持ってるらしくて、絞りを通過した後ね、渦巻くらしいんですよ。で、絞りをね、絞れば絞るほど、その渦巻きの現象がね、悪さをして、全体にもわっとした印象になるらしいです。風景写真はね、F8 ぐらいでいいと思います。まあ、この写真でも別に、ね、問題はないようにも見えるんですけどね、もしかしたら、小絞りボケがあるかもしれませんね。ちょっと、F8 で撮った写真と比べてみたいですね。はい、北野隆さん、ありがとうございます。次はね、これ、西尾高西さんでいいのかな？以前も紹介しましたね、中学生かな？今回は、池に泳ぐ鯉ということですね。カメラはね、キャノンイオスキス X8i。
レンズはね、YN50mmF1.8、 結構話題になったレンズですよね。2枚組写真ということですね。写真なんですけどもね、池に泳ぐ鯉、まあそのままはなんですけどもね、これ綺麗な色でね撮られておるんですけども、もしあれだったらね、PL フィルター、 CPL フィルターを使ってね、この池のね表面の反射をね取り除いても面白いかもしれませんね。 CPL フィルターね、ちょっと高いんですけども、まあ、言うたら、反射光をね、取り除くというね、作用をするフィルターでして、水の中とかね、ガラスの向こうのものが反射なしでね、映ったりしますんでね、こういう写真を撮るときは面白いかもしれません。ヤフオクで買ってもね、2000円前後するフィルターなんで、それに寿命があるんですよ。あんまり紫外線に当ててるとね、ダメになっていくフィルターなんでね、お金はかかりますけど、こういう写真を撮るときにはね、いいと思いますね。はい、一遍チャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、西尾隆西さんですか。ありがとうございます。次はね、ガメラさん、の作品ですね。タイトルがね、一人の時間。カメラがね、プラクチカ BMS、レンズがね、プラクチカ 28mmF2.8、 フィルムがね、富士フィルム業務用100ということですね。これね、あの以前ね、俺のカメラコーナーだったかな。で、紹介ね、出させてもらったね、カメラのドイツ製、旧東ドイツ製ですね。のカメラ、今でもあるメーカーなのかな、ちょっと調べてないからわかんないんですけども。映りはこれ、なかなか、ちょっとね、まあ、業務用フィルムということで、色は淡白ですけどね、解像度もね、抜群ですし、これはいい写りになってますね。写真的にもね、すごく好きですね。これ写ってるこれ、女の人の後ろ姿が、もうちょっと大きかったら最高に好きでした。はい、ガメラさん、ありがとうございます。次はね、ノブックさんの作品で、タイトルがね、絹糸のような滝。カメラニコマート FTN、 レンズニッコール 28mmF3.5、 フィルムがね、フジクロームベルビア100ということですね。長野県の有名なね、白糸の滝で三脚を使用してシャッタースピード1秒で撮影ということですね。はい、写真なんですけどもね、これ見事にね、1秒でね、ここまでやっぱ流れるんですね。光はそこそこで、ベルビアらしい色はちょっと緑色だからわかんないんですけど、まあ若干サイド高めに映ってるのかな。これいい写真ですね。ただ縦構図でちょっとタイトル画面に使うのは難しいかな。残念。グリーンティーさん、ありがとうございます。これで、1,2,3,4,5名、ここまでの紹介になりますかね。はい、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は、一都市球さんの、俺のカメラ、俺のカメラに応募します。ニコン F フォトミックと F2 フォトミックということですね。これ豪華なね、機関2台の、組み合わせ。最近ね、一都市球さんね、ニコン F フォトミックでの、作品が多くなっておりますね。僕も持ってますけどね、このカメラ楽しいんですよね。もう、一都市球さんね、もう分かってると思うんですけど、作品が増えてるんで分かってると思うんですけど、これ今ちょっとスローしちゃったなとか。とにかくね、もう音がいいんですよね。で、巻き上げもスムーズですし、まあ、ファインダーの像もね、綺麗ですしね、何から何まで楽しいんですね、このカメラね。もうね、撮りたくなる気持ちはわかります。まあ、安いカメラじゃないんですけど、目立ちますしね、もしね、余裕がある方はね、ぜひ購入をお勧めします。このね、裏蓋がね、外れるこんなでっかいカメラもなかなかないんでね。今日のね、カメラ紹介でもね、裏蓋が外れるカメラは何だか出ましたけど。はい、一都市球さん投稿ありがとうございます。今日はね、久しぶりに、フルで紹介ですね。
やったやっちまったのコーナーに投稿きました。はい、やったやっちまったコーナー久しぶりですね。今日はね、テラーさんからのやっちまったですね、やったやっちまったへ投稿します。今回はやっちまったです。中盤フィルムカメラが欲しくてマミア6カバー付きを1200円で購入。レンズは多少の傷や曇りがありシャッターが切れる個体、なんとか使用できると思っていました。ところがフィルム室を閉めることができません。そのため使用断念し現在オブジェ化しています。これなんで閉まらないんだろう、なんで閉まらないんだろうな。これね、送られてきた写真ではね閉まってるように見えるんですけども、留め金が動いてないのかな。なんか無理やりガムテープとかで固定して写真撮りませんかね。それもどうかな。今日はね、今日の動画はこんな感じになってきます。でね、次回の動画なんですけど、次回の動画はね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいたね、このバビロン13を使いまして、先ほどね出てきましたけど、このニコン F フォトミックFTN、このカメラでね撮影してきました。ISO 感度13のフィルムということで、かなりね気を使いましたね。まあその辺はね動画の方で、説明させてもらいますけども、13のフィルムということでね、フィルムは基本的に、ISO 感度が下がれば下がるほど解像度が高く、まあ粒子がちっちゃくなる、原理としてはね粒子の大きさがでかければでかいほど、光をたくさん受けれるんで感度が上がる、小さければ小さいほど1個が光を受ける量が少なくなるんで感度は下がるんですけども、微粒子になるんで、まあ、画像がシャープになると、そういう原理みたいですけどね、その辺をね作例を交えながらね、紹介していきます。でフィルム提供していただいたね、ドリームロコモーティブさんもね結構ね作例を提供していただきまして、そちらもね紹介していきます。写真のお仕事をされている方と、僕の写真とね、比較していくようなちょっとね、やばいかな。やばい作品、動画になっていくかもしれないですね。はい、今日の動画はこんな感じです。私の動画ね、高評価とね、コメントに支えられております。高評価が増えれば増えるほど、コメントが増えれば増えるほど動画がシェアされるみたいなんで、高評価はね、もう本当にポチッと押すだけなんで、ぜひぜひポチッと押してください。ほんでね、コメントの方ね、暇な方がいれば、今日の動画のね、感想でもよろしいですし、こんな動画もやってみたいとかいう意見でもね、いいですしね、コメントいただければと思います。でチャンネル登録まだの方はね、この辺にねチャンネル登録ボタン出てきますんで、最後の方にねポチッとね押していただければと思います。はい、それでは今日の動画はここまで。次の動画をお待ちください。それではまたごきげんよう、さようなら。